はい、どうも、無欠の町でございます。ラジラサンデーの中でね、発表になりましたけども、中本姫香さんが、乃木坂46を卒業するということで、いやー、ちょっとね、それをね、聞いてから、もうすぐ撮っちゃってるんで、ちょっとね、正直言って、ショックですね。あとは、決め手が体調面がっていうところもちょっとね、辛いところだなっていうのもありますけども。まあなんか卒業のね、時期は未定っていうことですけど、まあ全国ツアーには、出ないということらしいんでね。アンダーライブが最後になるのかな。まあただ、姫たん一期生だしね。個人的には、東京ドームまで、ねえ、残って、東京ドームで姫たんの姿見れないっていうのがちょっと残念ではありますけどね。自分的に姫たんは、これからね、選抜常連で頑張っていける人だろうなって思ってたし、まあ、あとはユニットで言ったら、サンクエトワールだったり、乃木団とかね、温泉トリオとかね、そういったものが今後見れなくなってくるのか、と思うとちょっと辛いですけど、逃げ水のカップリング、アンダーっていう曲ありますけど、あれは姫たんとキイちゃんのダブルセンターっていうことが発表になりましたけど、まあ今考えるとちょっとそれも伏線だったのかななんてちょっと考えちゃいますけど、まあなんかこう、逆に言っちゃえばね、姫たんって言ったら、まあ自分の中でですけど、アンダーのメンバーをこう引っ張ってる人っていうイメージがすごい強くて、アンダーって言ったら姫たんをパッと思い浮かぶようなね、気がするんですけど、まあ、キイちゃんはね、サエとでも一緒だし、まあ、なんかそういうこと考えると、まあ、今回のこのアンダーっていう曲でのダブルセンターで、キイちゃんと姫たんっていうのはすごい意味のあることなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、自分推しメンではないですけど、姫たんはこう、表現力が豊かというか、まあ、すごいね、いい笑顔と、曲中ですごい切ない表情をする姫たんが自分大好きで、ちょっとね、それ見ると、こう、心打たれるぐらいね、姫たんのこう、表現力の良さがすごい好きだったんで、ちょっとあれですけど、まあ、卒業時期未定ですけどね、できるなら卒業後も、芸能界に残ってもらって元気に活躍してる姿見たいですけど、まあこればっかりはね、本人がどうするのか次第だと思うんでね。まあその辺は、まあ本人が一番こう、いい風にね、終われればいいんじゃないかなと思うので、見守りたいなと思いますけども。まあ、ちょっととりあえず話はまとまらないですけどね。卒業まで応援しようかなと思います。まあ、ぜひね、卒業までに、まあ、ソロ曲だったり、サンエイトだったりね、乃木団、まあ、そういった、姫たん絡みの新曲、ぜひ聴きたいので、それをちょっと期待して、今後も応援していきたいなと、思います。というわけで、ちょっと話がまとまらなくてね、まあ、ただ、やっぱり、姫たん一期生だし、乃木坂を応援してる以上、ちょっとこの動画は、絶対出したいなと思ったので、ちょっとね、皆さんいろいろ感じる方いると思いますけども、まあちょっとね、そんな感じで、動画出させていただきました。ちょっとね、急遽なので、あんまり話まとまらなかったですけど、はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。というわけで、どうも、マッチでした。